ドン。Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ男、Wasamonです。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのが、D アニメストアで、迷宮ブラックカンパニー第1話、社畜の世界へようこそ、です。いつも通り何も知りません。D アニメストアのあらすじを読むと、働きたくない、その前から努力を重ね、不労所得で、セレブプロニートになった二宮金次、死ぬまで怠惰に暮らす決意をした矢先、何の因果か異世界転移、たどり着いたのは迷宮が職場の超ブラック企業だった。優雅な生活は一変し、かつてダンジョンと呼ばれた鉱山でひたすら肉体労働させられ、血の汗と涙を流す日々、過酷な現場、長時間労働、低賃金、さらには上司のパワハラ、洗脳、やりがい搾取、散々見下していた社畜ライフを送ることになってしまう。それでも金次は諦めない。最高のニート生活を取り戻すため、時に手段を選ばず、時に悪知恵を駆使してしぶとく成り上がろうとするのだが、これは唯我独尊な超下道青年による 不屈の物語、異世界迷宮ブラック企業の社畜的ファンタジー開幕ということで、キャスト、主演が多分小西で、あとシモノもいるし、なんかこれも声優豪華ではみんなわかるな。アイドルマスターがいっぱいいるな。すげえ、すごっ、面白そう。いや、多分個人的にはもう春アニメが合ってる時にこの夏アニメ決定しましたっていう中で、多分これが一番気になってたんで、まあ面白いんじゃないかなと思いながら、もう早速見ていきたいと思います。どうなることやら。これが一番気になってたから、頼むから面白いものであってほしい。で、Dアニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。セレブプロニート。小西って感じのキャラクターやん。典型的な小西。すげえな、これ。なんかあれだちょっと間違ってグレンラ感。いきなり異世界転移か。本当に多いな、今期。ライザハ工業。本編開始。
どこだ、これか。ナレーションだ。デトモルトマ工業工業キークルタ、きちいよな。聞いたことある声だ。ダメだダメだ。きつ。地獄や。ひでえな。あ、やべえ。やべえ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 。何？タイムカードない。え？借りてきた。2000万。これやべえやつじゃねえか。大丈夫か。
出張。分割払い。うまくいきすぎじゃない？大丈夫かな？大丈夫かな？かっこいいな。やばそう。絶対なんかある。ほら見ろ。ほら見ろ。まあね、そんなうまくいかねえよな。目が あやべえ。もういない。おう。ん？
さあどう出るか。エッチだ。すげえ。いいね。飯食ってんじゃん。うん。労働意欲ある。トイレ。やべえ。どうした？おい、マジか。すげえな。えぐいって。やっば。えぐ。ちょっといいところになったな。湯気。
そうだな。もうみんなダメだよ。地獄だな、これ。やべえ。切れてね。あ。やべえ。やべえ。やべえ。ボッコボコやん。ベルザ、うん、ほーん、ナレーション日高のり子さん、これオープニングかな、なんだろうな、全労働人に見てもらいたいアニメだな、面白いと思うわ。うまくやっていくためにはどんな風にすればいいかなっていう考えが分かるようなアニメだな、これ。でも今後どうすんだろうな、それがよく分かってるんだよな。自分の世界に帰るっていうよりかは、この異世界でどういう風に成り上がっていくかだろう。ライザハ工業、デトモルト支部、社畜っぽいな、制作委員会の。いやー面白かった。まあただこれからどうするかって感じ。もう何
なんだっけ、カミナだったっけ、シモンだったっけ、どっちか忘れた、カミナだっけな、なんかやる気はあるけど間違った方向性のカミナみたいな感じ、シモン、どっちかな、忘れちゃったけどかわいそうでしか出ないわ。いやでも、うん、やっぱり面白かった、これは間違いなかったな。ただこっからどうなっていくんだろうな、松岡も出てねえしな、ランガっていうのも多分出てねえし、まだわかんねえけど、うん、でも面白かったから、まあまあでも想像してた、うん、まあでも第一話だから導入としてはまあこんなもんでしょう。まあでも今後とも見ていこうかなとは思っていくし、いたいでございますね。リムも可愛かったし、ああシア誰だどれだ、まあまだ出てないしな、面白かった。まあだからこれからもまあ見ていこうとは思いますのでね、よろしくお願いします。ということで迷宮ブラックカンパニー第1話、社畜の世界へようこそでした。ありがとうございました。ならない。